はい、こんにちは、ベース2023シリーズ2野手強さランキング、主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、林選手、低弾道なのがきつい。第11位、島田選手、同じく低弾道なのがきつい。第10位、友杉選手、現状は低弾道で使いにくいが、まだ若い選手なので、今後のノールカップに期待。第9位、西川選手、同じく現状は使いにくいが、今後のノールカップにかなり期待。第8位、奈良間選手、特能に意外性を持ってるのは結構珍しい。第7位、川瀬選手、凸ゼロでセカンド、サード、ショート守れるので、始めたての方にはかなりおすすめ。第6位、田中選手 TS 出た時の突用におすすめ。第5位、義保選手、セカンドの守備適性はいいので純正の守備要員としてはおすすめ。第4位、門脇選手、巨人の開幕スタメンオーダーを組みたい人には必須級。第3位、福永選手、今シリーズかなり能力上がったのでさらなる能力アップに期待。第2位、阿部選手、特殊能力全部出れば結構打ちやすそう。第1位、内山選手、ステータスは低いが弾道高弾道で特殊能力に広角打法を持っているキャッチャーなので純正には結構おすすめ。